ファルマス死爵は、イギリスの死爵、貴族、グレートブリテン貴族爵位これまでに二度創設されており、第一期は、イングランド貴族として、現存する第二期は、グレートブリテン貴族としての助爵である。国王チャールズ2世の諸子ジョージ・フィッツロイは1674年10月1日に、イングランド貴族として、ノーサンバーランド伯爵に助せられたが、 その際に白尺くらいの従属尺位として、コーンウォール州におけるファルマス尺を授けられた例が、第一期の創設にあたる。ジョージは1683年には、ノーサンバーランド公尺に登ったが、このないまま死去したために、すべての尺位は廃絶した。六大尺を描いたカリカチは、尺尺家の原邸宅であるトレゴスナン。尺尺家旧邸宅のミアワース城。 ホイック所属の庶民院議員、ヒュー・ボス公園は王室監査官や数密顧問官を務めた政治家で彼が1720年にグレートブリテン貴族としてファルマス死者及びボス公園ローズ男爵に除された例が第2期の創設にあたる。その子である二代子者ヒューが子供のないまま死去したため、爵位は老い、ジョージ・イブリに継承された。これ以降は、 現在に至るまで三大子爵の系統によって爵位は継承されている。その息子の四大子爵エドワードはウルトラトーリーに属してウェリントン公爵内閣の提出したカトリック解放法案に激しく抵抗した政治家である。彼は1821年のジョージ四世即位記念助爵に際して連合王国貴族爵位のファルマス伯爵に登る爵した。しかし、 その子の二大白ジョージが生涯未婚のまま没すると、白尺位はわずか二代にして廃絶した。一方で、四尺位は、初代白の弟ジョンの長男イブリンが継承した。六代四尺イブリンは、クラシック競馬の馬種として、名を馳せた人物で、彼の先属騎手、フレッド・アーチャーは8084回騎乗して2748勝を挙げた戦績を誇る。また、 彼の第二、死者家の抱える辞書は25,910エーカーに、達して、コーンウォール州の総面積の3.41%を、占めた。その子である7代死イブリンは1891年に、母メアリーから古いイングランド貴族借位の、ルディスペンサー男爵を継承したため、以降は、現在に至るまで同男爵院が死者位に付随する。その孫に当たる9代ジョージは、 コーンウォール州党館を務めた人物で、彼が2020年現在もファルマス死者区下党首を務めている。死者区の邸宅は、コーンウォール州トゥルーロの近郊に位置するトレゴス南。ン。かつての邸宅には、ケント州、ミアワースに位置したミアワース城があった。現党主である、第9代ファルマス死者区、ジョージ・ボス公園は、以下の尺を有する。エドワード・ボス公園邸徳。 子爵家の出身。借位の法廷推定相続人は、現当主の息子であるイブリン・アーサー・ヒュボス公園、各家。法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子であるイブリン・ジョージ・ウィリアム・ボス公園。ジョージ・イブリンは二大子爵の弟で、ラゴスの海戦を指揮した、海軍軍人、エドワード・ボス公園提督を父に持つ人物。騎手、アーーの勝利のうち、 半数以上がファルマス教の勝利回数だという。平方キロメートルに換算すると約104.9平方キロメートルに相当。射区下はコーンウォール州土地所有者上1 0人の一角を占めた。ありがとうございます。